霧立橋は、福島県藍津若松下東町と北方市、塩川町にまたがる一級水系阿賀野川、水系日橋川に架か,かる道路橋である。東京電灯稲葉城第4発電所建設に、伴い、国鉄万越再線広田駅稲葉城第4発電所間に、資材輸送用の専用軌道である、広田専用軌道が施設された。その際、日橋川に架か,かる日、 橋川橋梁として1921年に仮設、供用をされた全長48.150メートルのアーチ橋である。もともとは九州鉄道鹿児島本線の船小屋駅、世田海駅間の矢部川に架かる矢部川橋梁をより移設されたものである。これは当時の稲わしろ水力電機の社長が九州鉄道の元社長であったため実現したとされている。 発電所完成後は、保守点検用として、道路橋に原型のまま転用されており、発電所が無人化された現在は、一般道の橋として開放されている。なお、維持管理は、東京電力が行っている。下地、式プラットトラスの形式であり、1890年製造のドイツハーコート製である。また、トラスの部材を、ボルトで締めて、連結組み立てを行う。 プレハブ式であるのが特徴である。現存するボーストリングトラッスの橋梁としては、本橋梁と栃木県日光市にある小賀橋の二橋のみとなっている。ありがとうございます。